さて、この度平塚市の友好都市であります岩手県花巻市から花巻市出身の宮沢賢治生誕120年を記念しまして、宮沢賢治ゆかりのバラの苗木10本を寄贈いただきました。賢治ゆかりのバラは昭和4年当時から植え付かれ、花巻市では宮沢賢治記念館等でかぐわしい花を咲かせています。このバラの名はグリスアンテプリッツ、日光という和名で、花は赤く香りが強いのが特徴です。今回花巻市から頂戴した10本のバラの苗木は、そのうちの4本をここ神奈川県立花と緑のふれあいセンター花ガーデンで管理していただくことになりました。2本がこの場所に定植され、2本は鉢植えでイベントの際などに展示されることになっております。花ガーデンは今年開園6年目を迎え、関東屈指のバラの名所として知られており、春と秋のローズフェスティバル期間中は大変多くの方々が訪れます。また秋には近隣施設との共同事業である平塚花あぐりの事業として、宮沢賢治を取り上げたイベントの開催も予定されております。残り6本のうち3本は平塚市総合公園内にあるバラ園で展示されます。総合公園には2カ所のバラ園があり、約800本のバラが植えられています。他の3本は国の登録有形文化財として指定されています旧横浜ゴム平塚製造所記念館八幡山の洋館で展示されることになります。